ちょうどその頃、インドに稲作りの文化が広まってまいります。今から4000年ほど前の頃、インダス文明は衰退し、そこにまた稲作、米作りをするというような文化もスタートをしております。非常に大きな変動を経て、南アジアは一度文明社会から村の社会に戻るのですが、そこから紀元前1000年期の頃に再び、 都市や国家が出来上がっていくというプラセスをたどりますその中で仏教が生まれるという大きなイベントが南アジアにおいてなされそれがシルクロードを通るアジアの文化交流の中で大きな役割を果たしていったというふうに考えられますインドの稲族の出土遺跡を示したものですがこれらはインドの野生の稲をま主に 栽培したとということを示しておりますただしそれはインドで単にこう栽培が始まったのではなく今から4,000年ほど前に大きな社会変動があってそれまでの安定した野生稲の採集からインドにおいても稲作が始まりそれが文明の再出発の基盤となっていたというふうに考えることができます今回の話は以上で終わります。